ベルリガー版メモリとは、スペイン人、アーティストファン・ガライスバル・ファン・ガライサバルによる、ドイツ・ベルリンのミッテクのベツレヘム教会プラザと呼ばれる、プラザの中心部を占めている公共彫刻である。元の寸法に従い、かつて旧ボヘミアン・ベツレヘム教会があった場所にて、2012年6月に建設された。正方形断面は八百メートルの線形交換によって構築され、 300メートルの LED 照明システムが使用されている。その構造はスケッチの形で中空に元の境界のラインをシルエットで正確に再現。夜になると照明によって特定のストロークが強調される。測定は25メートル X15 メートル X 高さ31メートル、重量はおよそ40トン。もともと一時的な施設として計画されたが、 都市と地方の当局は2013年12月に高級的な地位を付与することを決定した永久公共のモニュメントとして作品の統合を促進し20社にも及ぶ公共及び民間機関を含む芸術財団ルクスベツレヘムは様々な事前イニシアチブを通してそれを有し全てのメンテナンスを保障することを2014年10月中に ミッテ地区の国会の投票によって確認された。ベルリン、ベサリヘムズ、キルヘ、イルミネーティッドクーポーラこの記念碑的な彫刻は、両親と移住の自由とともに、ヨーロッパ的な精神に基づき、寛容内民都市としての役割を担うベルリンに捧げられている。ボヘミア・ベツレヘムの教会は、フリードリヒ地区の真ん中2733年と1735年の間に建てられ、 プロイセンとボヘミアの関係の中で最大な出来事の一つであった。皇帝フリードリヒ・ビルヘルム一世の働きにより、フランスのユグノーのような宗教的な理由により国を追放された、ボヘミアの難民は、ベルリンのフリードリヒ・シュタットで歓迎された。寛容かつ開放的な性質、つまり、プロイセン国家の本質的な特徴を象徴する。1943年、 爆撃により破損した。1963年、教会は完全に破壊され、やがてチェックポイントチャーリーの施設の一部となった。フアンがライスバルは彼自身のことをベルリンのスペイン移民の一員と宣言し、実際、ベルリンで自身の芸術の自由を発揮することができたと考える。彼のベルリンアーバンメモリはボヘミアの移民、そして、 自分自身を含むすべての移住者の勇気、さらに過去のプロイセンと現在のベルリン市民の寛大さと偉大さへのオマージュである。彼はこの作品によって過去の英雄的な本質について現代の美学を通し技術的な冒険を構築した。都市のポジティブな過去の真髄を力強く未来へ投影することにも成功した。このようにボヘミアの教会はその集いの場としての本来の 存在価値を取り戻し、毎晩前衛的な光を放つ。私の作品を理解するためには、白式である必要はありません。しかし、それらの作品との接触により、きっと図書館や文書館を略奪したくなるでしょう。不安がらいすばる。ありがとうございます。